お伺いしますまだトランプさんは脱退はしていません、でも1月20日、来年の就任式には脱退すると明言をしている、TPP を日本が国内の批准手続きを終えたら、トランプさんが本意をする、やっぱり TPP には参加をすると、そういう確信を総理はお持ちなんですか安倍内閣総理大臣、まあ、そういう確信はございません。しかしし、ね、しかし今申し上げましたように先ほども 先ほども申し上げておりますように、脱退はできないんだということをまずご理解をいただきたいと思います。それを分かっていただけないと議論にならないんですが、その上においてですね、その上において、その上において、日本が一抜けたでいいのかどうかということを申し上げているわけでございます。先般、もう12カ国であった首脳,首脳たちとはですね、しっかりとこの,この国内手続きを、この国内手続きを進めていこうということを申し上げたわけであります。 あの発言を受けた後も、ですねではやめるという国はまだ出てきていないわけでありますまさにここで日本がでは一を一抜けた、自由貿易を進めていく、自由世界において第2位の経済力を持つ日本は、もし民進党であれば一抜けたということになるということだと思いますが、私たちはそういう考えは取れません。まさに世界に対して、この保護主義の台頭に対して、 しっかりと歯止めをかける役割を担うべきではないかと、このように確信をしております蓮舫君民進党なら、位置抜けたというような、無責任なことは私は一言も言ってません。勝手に忖度して発言しないでください。トランプさんは1月下に大統領になったとき、TPP には参加しない、もう批准をしないということを言っている、それに対して批准をするであろうという希望的観測をお持ちだということが分かりました。つまり確信がない じじゃゃあここの国会何だとといいうことになるじゃなるですか我々はトランプさんが大統領に当選したときに、もう少し慎重に、新しい大統領の政策、人事、それと衆議院で大きく課題になった食の安全、肥育ホルモンについて、口に入るものの安全について、あるいは農家の皆さん、相当不安でいっぱいですよ、日本中を回っています、農業従事者の皆さん、本当に不安だ。 国民の皆さん、多くの方がまだよく分からない、これ、去年の安保と全く一緒です、総理は国民が分からないうちに強行採決をする手段がよく終わりなんですけれども、TPP に関しては、やっぱりもっと丁寧に国民に届く説明をするべきだと思うし、トランプさんが、トランプさんが1月20日にどういう方針をお示しになるのかを受けて、TPP でいくのか、セカンドオピニオンでいくのか、それを来年の通常国会を出しても、 まだ時間はあるんじゃないですかということを、私は申し上げているんですもし、1月20日にトランプさんは二国間交渉、FTA をこれから交渉していくから、TPP は批准しません、RCEP に行くんだ、あるいは FTAP に行くんだ、こっちにはいろんな選択肢があるかもしれませんけれども、二国間交渉と言っている中で、でも総理は今、TPP をずっと議論するという。そうなった時に 総理はこの国会を、自分の確信はないけれども、TPP を最優先だという、政治的責任は何か取るおつもりなんですか安倍内閣総理大臣。いわば、今ここでですね、えー、まあ政治家でありますから、いろんな決断をしなければなれません。今ここでですね、ではじゃあ、もう審議をやめたということになれば、まさにこれは他の11カ国に先駆けてやめることになるわけでありまして、まあ、その瞬間に完全に TPP は、これは終わるわけでありますし、同時にですね、 同時にしっかりと作ってきた我々のルールについても、全くこれ、確定もされない、いわば国会の承認も受けられずに終わるということであります。TPP の意義はですね、TPP の意義について、いわば国会決議を終えたのはニュージーランドだけになるわけであります。ではなくて、日本の国会においても、この TPP で決めたこのルールについてで、先ほどその意義について申し上げました、関税だけではないという。 というルールについて、この国会でご審議をいただいた上において、批准したということはです、ね、日本がこのルールが正しいルール、自由貿易を発展させる上で、正しいルール,ルールはこれだということを示すことになるわけでございます。それを示していないかりですね、示していないかり、アメリカが貿易に対する考え、アメリカというか、実治政権がアメリカのこの貿易政策についてですね、 ではもう少し考えてみようということは起こりえないわけであります。それについてですね、日本が意思を示すことによって、初めてそれををが可能となるという可能性が,が出てくるわけでございます。と同時にですね、と同時に、RCEP ・ f t a r に行く中において、このルールを私たちが基準とするんですよということを示すことにつながっていくじゃありませんか、それが私は大切ではないかと、このように思います。蓮舫君 正しいルールと日本がそれを国会の批准を通じて示すのは大事かもしれませんが、もっと大事なのは、ルールが動かなかったら、この国会審議、何なんですかということじゃないですか、同時に他の選択肢も含めて、確かにこのアメリカが参加しないものに進むのも大変でしょう、でも一旦立ち止まって、セカンドオピニオンに動くというのも、私は一つのリーダーシップだと思っています。今、国民の中で不安があると言いました。 そうじゃなくても、実現可能性の低くなった TPP に走るのと同時に、政府の規制改革では、共同組合という自主自立の、そういう組織である全農に命令するかのような規制を押しつけようとしている、つまり猫の目農政をダブルトリプルでやるのはそろそろいい加減にして、今の農民の人たちの本当の不安の声に寄り添う。私たちは 今の政権がやめようとしている農家・個別所得保償制度も含めて、きっちりと不安を取り除いて、そして自由貿易を国民にまず理解をしてもらって、そして発行実現可能性のある RCEP や f t r p も含めて、新しい審議をしっかり政府が提案すべきだと思いますが、いかがでしょうか安倍内閣総理大臣、まずこの RCEP に移っていくというのは、すね、我々の考え方としては、では RCEP について、 TPP で議論したさまざまな、この、ま、ルールの問題があります。えー、先ほど申し上げました、労働や環境についての規制もございます。そういうものがですね、では、RCEP では全く下地から始めてですね、えー、緩くなるものでいいのかどうか、国有,国有企業のですね、競争条件の規律についてもですね、 これも結構大きなポイントでありますが、ここで、えー、まさに TPP について、TPP においてしっかりと規律、今言ったことが議論され、それが書き込まれたわけであります。ですから、それをスタ,スタンダードとする意味においてもですね、TPP を我々は批准をしていく。これを批准をしなければですね、まさにこれは全く我々は白地からいくことになってしまうわけでございまして、たとえ発行しなくてもですね、たとえ発行しなくても、 すぐには発行しなくても、私たちがその意思をしっかりと示すということはです、ね、当然、RCEP の議論にも、そして FTARP の議論にも影響を与えることは十分に私は可能だろうと、こう思うわけでございます。それと、今おっしゃったですね、まあ、農業との関係においてもしっかりと我々も丁寧に説明をしていきたいと、このように考えております。蓮舫君 発行しないものにいつまでも引きずられるのではなくて、日本がリーダーシップを持って、新たな経済連携のあり方、自由貿易のあり方をしっかり各国に確認する APEC という場所もうまく使えなかったのは非常に残念です。総理はトランプさんとお会いになった、何を確認したか、皆まで言わなくても、こういうものまでは話ができたという姿勢を全くお示し,しにならないから、我が国内の放送を見てて、非常に残念だったのは、総理とトランプさんの会談では、 総理がお土産に持っていった50万もする高級ゴルフのドライバーが、これだけが放送されて、非常になんか悲しくなるんですけれども、このドライバーのお土産って、総理の発案ですか安倍内閣総理大臣。あのおよくですね、まあ、首脳間ではお土産の交換がございます、で値段については今、ここで申し上げることは控えたいと思いますが、でこれはあのまだトランプ氏は、 大統領に就任をしていない、公職ではないわけでございまして、まあ、先方からもお土産をいただいたわけでありますが、ああ公職ではございませんから、当然、私費で払うわけでありますので、私もです、ね、私のポジットマネーでお支払いをしたわけであります。それと同時にです、ね、同時にプレゼント交換について、そのプレゼント自体をです、ね、ここでやり取りするのは、どうなのかなという気がするわけでございます蓮舫君、うん。プレゼントの是非を言ってるんじゃないんです。 今、トランプさんと安倍さんが議論をしなければいけなかったのは、私はゴルフ談義ではなかったと思っています。つまりそのトランプさんに自由貿易、経済連携の拡大が、結果としてアメリカの雇用に経済に影響があるということをどれだけ説得するか、そのときに、その時に武器となるものをお土産で持っていくんだったら意味がわかるんです。例えばその、私たちは政府が交渉してきた TPP の内容、全部に反対しているわけではありません。評価できるるももののあるそれは自動車の部品 関税撤廃ここれれはは武器になりまますす評価をしています例えばこれ、お借りしてきたんですけれども、これ、自動車の点火プラグです。これがないとエンジンかけられません。日本のたった2社のメーカーだけで、世界のシェアは6割になります。ここの絶縁体、これがまさに日本の技術の、まさに最も大事な核となるものであります。つまりトランプさんは粗悪な 格安な輸入品がアメリカの雇用を失っているという、間違った自由貿易の認識を持っているのであれば、こういう日本の世界に誇れる技術の部品をお土産に持っていって、むしろ雇用を増やすことになるんだという、そういう議論をするべきだったんじゃないでしょうか安倍内閣総理大臣、まあまあ、ですから今、私は議論したことは申し上げられないと言ってるじゃないですか。ですから、えっと 蓮舫さんも私とトランプ氏がですね何を話したかは全くご存じないと思いますよ、ですからそれを,それを話すべきだったのではないかというえ議論の前提は、これはね、先ほど申し上げましたように、信頼関係というのは、これは子だけの話だと言っていたことをベラベラ喋ることではないんですよ、そういう中から、私は今までえ多くの首脳会談を行ってきましたが、これは外に出せないというものもずいぶんそれはあります、お互いに。 そうでなければ、外交関係は成り立たないわけでございますえ、そして今回はまさにえま先方がですね。大統領に就任をしていない現職のオバマ大統領がいる中において日米交渉のような姿を示すべきでは。ない であるがゆえに内容は一切外に出すべきではないということを申し上げたわけでございますでありますからプレゼント交換というのはですねこれはまあ通常人と人とが行うことでありますから外に出しておりますが中身についてはこれは出していないこれは当然のことでありご理解をいただけるのではないかと、まあ、このように思う次第で